デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメロに聞きたいコーナーということで、今日はビシンパシッと語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。5本目です。まだ5本目、でも今日早いね。今日はね、撮る時間違うんですよ、うん、俺があのちょっと仕様があって早く上がっちゃう。ちょっと字で仕様のバンドがあって、仕様のスタジオ練習があって、それのために早く撮ってくれないかって浦さんにわがままを言って今日撮ってもらってるんで、ちょっと字がね、使用の持病の字が持病じゃない、健康ではないけど、健康ではないけど字持病の字ですからね。最近字の綺麗字とかないね。緩くなってきたんですか。なんだろう、あれなんじゃない、やっぱこう薬飲んでるのが全体的に効いてるんじゃない。多分その肌の皮膚の方の薬で、そう、いやそれも字じゃなくて皮膚だったんじゃないのかと。あ、でもお医者さんから言われるとそうなんだよ、皮膚炎の可能性があるって言われて、肛門が肛門にね、汚い話今してますけど、ちょっぱなから肛門がだって血まみれになるっていうのがね、普通の人は起きないよって言うから、まあ痔だと思うよね普通に、うん、それ書いてますからね。痔かがんか皮膚炎っていう選択はあんまないよね。なかなかね、そこに行き着かないよね。行かない、まあ、こういうところでね、明らかに荒れてればさ、あ、皮膚があって皮膚科行こうってなりますけど、ケツ皮膚科に行かないよね、肛門科行くよね、うん、普通に肛門科の先生ももうちょっと考えてほしいよね。で、俺出されたのがベビーパウダーでしょ、最終的に気づいてたんだな、汗もかと、汗もみたいな。でも感染とはやっぱ気づかなかったんで、あ、で皮膚科の先生言ったら感染はどこにでも出るからねって言われて、肛門そこちゃんと連携してほしいよね。連携してほしい。パターンとしては少ないのかもしれないね、かなり。あ、肛門科の先生もそういう事例があるって、いっぱいあるってなってれば、ちょっと皮膚科に一回行った方がいいかなってなるじゃん。なる、うん、でもあまりパターンとしてはないから、俺に青い髪かかせたのに、うん、もう内科か肛門科が分かるような髪で女の子じっと見られていや俺は肛門科だよ、切れ時間俺は肛門科だよって俺は肛門科だよさあさあ、これ長いね、はい、ご質問で、はい、読んでいきましょう。はい、このコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいでちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回は YouTube 動画、東京マレー VSR10 のバレルがアルミ真鍮ステンレス交換した方がいいデメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。トドさんからのコメントありがとうございます。失礼します。質問採用していただきありがとうございます。そして熱膨張の考察も大変参考になりました。ありがとうございます。いろいろ試して初速が出ない60程度ののでシリンダーを新品に変えて、秋冬用に、宮川の柔らかめのパッキンを入れて、アウターバレルのねじ込みの遊びが気になったので、スペーサー作ったり、突起と横幅の大きめのホップアーム入れてみたりといろいろしてたら、あれ新品買った方が良かったなって思う今日この頃、今は暑いので打ち込みしてませんが普通に使えるレベルになってきたと思います。で、質問なんですが、はい、ここまで来て、あれ今は VSR 持ってないので、カスタム前の基準ってどの程度だったっけって考えが出てきました。もともと中古で買ったので、最初よりは飛んで当たった感じになったのですが、うん、これで新品の VSR よりいいのかと考えてしまいました。電動ガンをいじっているときは初速は85、サイクルは12から15、終端は 30m である程度ヘッドショットできる基準としているんですが、 VSR はどんな感じの基準がいいのでしょうか。悩みすぎて VSR のリアルショックの新品を買って比較用にしようかとも考えております。デメさん、浦方さんが VSR カスタムするんであれば、どの程度の性能を基準とするのか教えていただけたら幸いです。ちなみに今の VSR は 40m で上半身上目を狙って初速は80前後です。今後はバレルの固定、チャンバーの機密、まさか
左右分解のチャンバーとはをいじっていく予定です。追伸 AA12 で 0.28 フルホップは最終的に AA12 運用でたどり付いた使い方なので自分に合ってるのですが、ドラムマガジン 0.28 を満タンにすると笑えるくらい重くなります。長文失礼しましたといたしましたと。重いだろうね AA12 マガジン 0.28 をはい、残酷なこと言います、はい、多分ノーマルの方が性能いいです、うん、VSR シリーズに関しましては、はい、ノーマルはすごくノーマルでもよー当たりますよ、うん、で40m 先の上半身をノーマルで多分狙えます。25段とか28段使って狙えるぐらいよー当たりますっていうのが僕が見てきた VSR10 の性能ですね。逆に VSR10 に関してはいじるとその弾道の通りにならないというのが多くて、その原因がですね何かっていうのは分からないということにしておきましょう。何が原因でこれがおかしくなってるかじゃなくて、バレルスペーサーを入れたら本来だったら良くなるじゃないかと思う場合が多いんですけども、スペーサーを入れたことによって弾道がなんかねじれるような感じがするとか、結構ねこれやっていくとは分かるんですけども、弾が外からいきなりガンって曲がって入ってる弾道って打ちづらいんですよ。こう最終的には着弾してるよっていうねところになるんですけど、そうでなくてこうギューって真ん中を通ってふわーって浮いていく弾道っていうのは打ちやすい。そうじゃなくて外からこうグイーンって入っていったりする、曲がって最終的にホップの力で、これは逆に打ちづらいんですね。で VSR のノーマルって結構そういう外から入るような弾道は少ないタイプなので、ノーマルの弾道は基本的に素直にスーッと伸びていく弾道で失速するっていう弾道っていうのを覚えていただけるといいのかなと思うんですけど、ノーマルは本当にね使い勝手誰でも狙って打つ楽しみが味わえるモデルになってるかなと思うので、新品と今いじった方がどっちが当たりますかって言われたらちょっと打ってないからなんとも言えないですけど、ひどい話ノーマルは思って大以上に当たると思いますよ。すごくとってもこう素直な弾道を描くので、良いモデルだと思います。そのまんまでも厳しいね。 VSR に関してはねどっちっていうのは逆に言えないけど、急にどうしたの。いやその以前のねご質問がどれだったかなと思って、あアルミバレルからってやつかな。だからバレルもねいろんな意見あるんですけど、当たっちゃうんですよねアルミバレルでも、まあ、バレルをちょっと真鍮に変えるぐらいでいいんじゃないかなみたいな話はさせていただいてたかなと思うんですけど、真鍮やステンレスのバレルに交換した方がいいでしょうか、うん、うん。でこの前は多分まあそのまんまでもいけんだけど、まあ真珠に変えた方がいいんじゃないの、変えてもいいんじゃないのっていうお話を多分したんですが、結局変えてないんかいはい、だからやっぱりバレルのね部分とかいろいろあるんですけど、うん、ノーマルでも本当はよく当たるモデルになってるから、 VSR10 は打ち比べるのが多分一番分かりいいと思うんですよ。確かにノーマルでこんなに当たるんだって言って、ね、そこからもう一伸び欲しいのか、いや弾道は OK だからとかってなってくんだったらいじらないっていうのも選択肢なんですよ。 VSR10 に関してはもう頭ごなしにいやカスタムするぞっていう時には覚悟と価格とあと何をコンセプトにするかっていうのはすごく重要なチューニングのモデルになるので、ちょっといじってみたいなって感じでいじるのはあまりお勧めできないかなと。で宮川の親さんのところに出してるパッキンとかを入れて最適解を狙うっていうのは面白い方向かなとは思います。どの程度の性能を基準とするのか教えていただけたらとか、ノーマル以上になればいいですね。そうノーマル以上だから一回ノーマルを打って比べた方がいいです、うん、これは新品のノーマルと、まあ、買わなくても誰かノーマルを持ったら打たせてもらうか、
なっていうとこですけどね、20m 打って9発ぐらい間違いなく入るぐらいが、20m 9発はまあ、うんうん、もうそのラインは下回ったらノーマルより落ちてるみたいな感じにするかな。 18cm ターゲットから 15cm ターゲットね、うん、それぐらいのターゲットであればノーマルでも10発行こうと思ったらいける時あるからね。入っちゃう、まあ、たまたまちょっとずれた時とか、うん、あ1発ぐらいは外すことはあるけど 30m になると、うん、まあ、ちょっと広がるよね、まあ、から、うんうん、5発以上そうだね、うん、5発以下になるようだったらやっぱりこれノーマル以下になってる、以下になってる、うん、っていうぐらいが 40m で上半身バシバシ当たるんだったらいいとこは行ってんじゃないのかなと思いますけどね、今の状態でね、うん、まあ、顔 20cm から 25cm ぐらいのターゲットだよね多分、今後はバレルの固定チャンバーの機密とかいろいろいじりたいっていうのがね多分あると思うんですけど、まあ、個人的にはあんまりいじらない方がいいんじゃないかと思ってますけどね。いじらない方がいい気がするね。VSR10 に関しては。まあそう言っちゃうとね、もうこれならないか。ああ、ならない。あのついザックバランに言ってしまうけれども。あれは金にならない銃だよ。いじらない方がいいんじゃないかって。いや、よっぽどあのマウントとスコープにお金かけた方がいいんじゃないかと思う。でもパーツは売ってますんで、皆さん買っていただいて、あ、買ってつけなければいいんだ。いや、つけたいじゃん、買ったらパーツをこう、飾って、パッケージを飾って、並べる。ああ。フックとかつけちゃって、こういっぱい並べる。そうすると、なんかお店に来た雰囲気になって、いや、買う必要ないよ、それで、在庫で2個、3個ってこう入れてく、そこに売れるんじゃないかなまあでも、パッキンからね、まず試すぐらいがちょうどいいのかな、うん、そうですね、はい、でも、もう今やってるからね、もうね、うん、はい、まあちょっといろいろ楽しみ方もね、カスタムであると思うんで、ノーマルを模型パドックで買ってもらうのが一番多分差を見やすいかなと思います。と、はい、いうことで、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。